をしたらそういうことになるのでしょうか。イエー、うちの子供でも聴いてくれない曲を松岡君の子供たちが聴いてくれています。イエー。じゃあリクエストがあったスペシャルリクエストは戦争の歌というのがあるんで聴いてもらいたいと思います。じゃあちょっといつもとは違うバージョン。十何年前に、湾岸戦争の時ぐらいに作ったのでしょうか。最近はコパサルーボと一緒に作ったり、ミスカゼ&グリーンマッシブの曲にも入っておりますが、買いましたか。もともとは古い曲、湾岸戦争ぐらいが始まりです。湾岸戦争、アイマンカルムシメッセンジャースタイル。何もね、何もね、罪の意識が欠片もね、何もね、何もね、正義のヒーローは何もね、何もね、罪の意識が欠片もね、何もね、何もね、正義のヒーローは現れね。これは戦争の歌、戦争の歌、戦争の歌。ありがとうございます。